防衛省が韓国軍を世界の晒し者に火器管制レーダーの照射で先日韓国の軍艦が自衛隊の哨戒機に対して火器管制レーダーを5分以上にわたり複数回にわたって照射し続け録音した事件に対し防衛省がこのようにツイッターやホームページで英語のプレスリリースを公表し 韓国軍を世界中の晒しししにいたしましたま防衛省が日本政府が今回の事件に対して相当激怒していることが皆様お分かりいただけるんじゃないでしょうか防衛省としては日本政府としては韓国軍が自らですね自分たちが悪かったと事実を認めて謝罪すればそれで 話を終わらせようとしていたんですが、韓国側が一切ですね、自分たちの非を認めず、それどころか日本が悪いと逆切れしてきているため、日本政府がさすがにおかしいんじゃないかということで、こういった形で韓国軍を晒し者にしたものと思われます。今後も韓国政府が、韓国軍が 火気管制レーダーの照射、自衛隊の哨戒機をロックオンし続けた事実を認めるまで、政府として韓国に抗議を続け、話し合いで問題が解決できないのであれば、直ちに制裁を科すようにお願いいたします。以上になります。ご清聴いただき、 ありがとうございました。